J2 の対戦がなかったシーズンを除いて2010年からここ10年、記録をひも解きますとアウェーチームが勝ったのは真ん中に三浦元太と庄司、はい、ガンバボールでゲームがスタートします。 J1 第12節大阪ダービーセレッソガンバの一戦がスタートしました。坂本です。中を使ってきます。得意の左足で持って浮き球のパス、胸子、大久保オフサイドのアピールをガンバはしています。いやでもここさすがですよね。 ここは逃さないですよね。坂本選手もそうですけど、この一瞬の動き出し。清武治療中ですが試合は再開されます。ファーサイドまで伸びていく。触りましたが今東口反応しましたね。いやここもよく速いボールを使って、うん、大外ヘディングオフサイドフラッグかね。まあ少し出てるようには見えますね。これも伸びてきます。セカンドボール清武、セカンドボール残して戻ってきました。これを山本拾って上を取った宇佐美、ラストパス抜けた。これもキーパービッグセーブキム・ジンヒョン。まあこのセットプレーのこぼれからですね、まあ、ここ宇佐美選手よくパーを見てましたよね。田川とここに坂本、ファーサイドに豊川が手を挙げています。内側を通して一人飛ばした左足、決定機でした。セレッソ藤田、まあ、この坂本選手からのね、この内田選手へのボール、まあ、これ左足でこれ簡単ではないですけどね。その清武引きつけて豊川、あハンドじゃないかというアピール、ファウルなし。チアガーベス、レンドロペレイラ、オンフィールドレビュー、うん、今日は主審が今村義郎。ああ PK、前半終了のホイッスルです。お互いに決定機がありながら両ゴールキーパーが好セーブを披露しました。後半はセレッソボールでスタートします。ダンクレーからまず長いボールを使っていきます。選手の交代をお知らせいたします。まあ、坂本は怪我上がり、ここかいくぐってね、前に持っていけるとチャンスなんですけどね。奥野が行く、清武中に運んでいく、溜めて、山中いいボール、セカンドボール拾う、引きつける、中島右足、セレッソ先制。ワンタッチありましたが見事サイドネットに流し込みました。3選手交代。ここの藤田選手はダイレクトですよね、効きましたね、まあ、ディフレクションがあってコースが変わったんで、まあ、これは東口選手は少し無理ですね。これは対応しきれないですね、はい、三浦上がってます。パトリックハンドじゃないかというアピール、PK シュートブロック手に当たったというジャッジ。今のはないですねとセレッソの選手は言ってました。これあた同点のチャンスです。ガンバファモファモファモジー
いやしっかり決めました。ガンバ1対1同点、決め切りましたね。これでも周りで見守る選手にとって本当にもうドキドキするんですよね、これ。はい、見てる方ですか。見てる方ですね。見ない人もいますもんね。そうですね、試合終了1対1。ダービーマッチはこれで去年11月の対戦に続いて2試合連続1対1ドロー。